キンさん、レッサーパンダさん、それからですね、ジャンボウサギさんとかですね、モルモットさんいるお部屋があります。モルモットさんもですね、カピバラさんと同じ種類のネズミの仲間になります。はい、ここでね、早速ね、クイズをいきたいと思います。新年早々です。ですね、カピバラさん、見ての通り今日はちょっとね、お湯の中でね、入って見にくいかもしれませんけれどもね、足の指の数を皆さんと何本かなというクイズをいきたいと思います。ね、ちょっとね、運が良ければね、前足をちょっと乗せて、ここのね、タバコに乗せてくれるんですけど、今日はカピバラさんたちも外気温が寒いから、湯の中にずっと入りっぱなしかもしれませんけど、なんか雨がだんだん強くなってきましたけども、はい、前足の指は何本かなというクイズを早速いきたいと思います。1番3本だと思う人、2番4本、3番5本だと思う人、前足の指の数です。間違っても泣かないでください。小さいお子さん方、間違っても泣かないでください。昨年はですね、正直言いますと泣いてくれたお子さんが2人ほどいました。目の前でわーっと泣いちゃったんですね。そんな感じでクイズを出したわけではないんですけども、正直に私の前も泣かれればですね、大変悲しくなります。ちょっとね、よし、ちょっとよいしょ、1,2,3,4 見たかな。こういう時ってね、タイミングというか、この子役者かなっていうのが、はい、みんなの期待度。はい、ちょっと直るよ。1,2,3,4 本です。指と指の間はですね、泳ぐための水かきがついております。本来ここ、お客様の目の前にあるのが大きなプールです。